そんなイギリスで日本を愛してやまないロックな人たちを発見。そんな中、今ロンドンの若者を熱狂させているあるロックバンドを発見。それはスナッフはイギリスで人気の4人組、結成17年、平均年齢40歳の彼らがなぜか今受けているんです。その理由がなんと日本にあるらしい。一体どういうことなのか、その秘密を探るため早速ライブ会場に潜入。確かに中は超満員で熱気噴霧。しかし会場のどこを見渡しても日本の二の字も見当たらない。そしてお待ちかね、彼らが話題のスナッフ、もしやメンバーが日本人と思ったが、音楽に耳を澄ました次の瞬間、なんと歌っているのはお魚天国。お客さんもノリノリで口ずさむ。そう、今ロンドンでは彼らのおかげでお魚天国が静かなブーム。さらにドラムを叩く彼のファッションをよく見ると J リーグヴィッセル神戸のユニフォーム。彼らは日本が大好きな4人組だったんです。しかしこれで驚くのはまだ早い。彼らは今年の日本を象徴するこんな歌まで。なんで日本の歌を歌ってるの？ And I've got to hear a lot of Japanese songs on the telly, and I do like a bit of J-pop as well sometimes. So it kind of comes from that. And Japanese people seem to appreciate it a lot. So. 次はどんな歌を？なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。そんな言葉で知ってる彼らこそ、なんでだろう。